NMB48 の相関図を作ろうイエーイ NMB48 7期生のわかにゃんことすみのあかなです。はい、狙った獲物は逃さないみゆこと和田美優です。よろしくお願いします。公演始まる今話題の NMB48 相関図ですけど、はい、早速どちらからいきますか。はい、私から。じゃあキャプテンのキャプテンわかにゃんからお願いします。頑張りたいと思います。じゃあ靴履いてもらって、はい、身長同じにしてた。まあこんな変わるんで自分の名前をね。そうですね、まずは自分の名前から、ま、書いて、うん、スミの。結構雑ない？え、そうスピード勝負やろこんな。確かにな、こんなん長々見てられんかな言うな。若菜ってだって狭く深くみたいなイメージがあるから、それぐらいでいいんじゃない？そう、ほんまにそう。今のイメージはね、今の。そうそうそう、はい、まあ、でもどんどん行っていきましょう。一人目やで。どうしよう。若菜の一人目って誰やろ。一人目誰やろ。でもやっぱり、うん、7期生。はいはいはい、大事ですね、同期は。あの平山舞ちゃん。あ、マイティなんや。舞ちゃんは、うん、私が7期生にオーディションで選んでもらった時に、うん、すぐに仲良くなった。そうなんや。そうそうそう、もともとオーディションのチームは違うかったんけど。そう、私たちコロナ禍だったから。そうそう、20人を10人10人ぐらいで分けられてたんかな。それでその時の A チーム、うん、B チームやったんですけど、うんうん、すぐ仲良くなって今でも仲のいい、そうですね、よくラブラブしてるのも友達ですね。もうキャプテンやしね、どっちもチームの。あとはこれ3つに分かれてて、おアンジュ、真鍋アンジュちゃんと、うん、さつきあいかちゃん。あいか、さこれはあれですね。そう、おにぎらずっていうグループですね。おにぎらずっていうグループがあるんですけど、はい、仲良し、うん、そうです、ね、4人組ですね。うん、でかいの舞ちゃんまあまあそれぐらい存在がでかいって。この4人でおにぎらずっていう、はい、うん、でもポーズはこれやんな。そう、握っちゃってるの握ってるよね。公式ユニット。公式じゃないですよ公式なん？ワテらより公式やから。おー、嘘やろ。もうほんま？あの、はい、YNN さんとかでお仕事もいただいてるんで。なるほどね、はい、アンジュはチーム M キャプテンで、うん、初めてチーム一緒になったよね。そう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 、うん、でもやっぱほんまにしっかり支えてくれてて、うんうんね、ありがとうという感じで。ほんまに。愛香は逆にさつきでチーム B2 やった時に、あ、そう、逆、私が副キャプテンやったんで、うんうんうん、指定関係ですね、ここ指定関係やった。指定関係やった、実は。そうなん、師匠なん師匠ですというような感じですかね。はいはい、仲いいよね、この4人。そう、仲いいんやけど、うん、同じチーム M のやっぱりみゆ、キャッキャッ和田みゆちゃん、ここドキ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 じゃないですお、違うとこから線生えた。違うとこから線生えた。嬉しい。同期だけですか？違います同期で、はい、あのチーム M 一緒になってからすごい仲良くなった。そう、ね、本当にやばいラブラブよラブラブやな。ずっと一緒にいる。ずっと一緒にいる。ずけむし逆に、うん、一緒になるまであんまり仲悪いとかじゃない。そう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 、けどそうそうそう、年齢離れてる、まあまあ、離れてはないんですけどちょっと離れてるちょっと離れてたりとかで、うん、あんま喋らんかってんけど、うん、そうなんですよ。そう、選抜一緒になったりとか、チーム一緒になってからめっちゃ喋るようになって仲良くなりました、うん、ね、聞いてくれます何ですか？なんか、はい、チーム M のアンジュと、うん、みゆでかき氷食べに行こうみたいな予定立てて、日にちも立ててたんですけどなんかなくなってました何の連絡もなく当日なってもほんまにもなくてなかったことにしちゃった。なかったことになってましたよ。びっくりしました。違う、今度かき氷食べに行こう。そう、ほんまに行こう。もうやってないやろ。11月ですよ今なんかじゃあ温かいもの。そうですね、カフェ行こう、はい、カフェ。先輩、お、先輩、先輩を行きたいな。はい、山本美香奈さん。お、美香奈さんは、うん、マジで優しい先輩。そうですね、チーム M の中で、うんうん、なんかね、私が落ち込んだりとか、うん、あの悲しんでるのをすぐ察して、うん、めっちゃ声かけてくださったりとか、ちょっと前夏ぐらいに美香奈さんとアンジュと舞ちゃんと私で、うん、ご飯に行きました。あ、そうなんや。美香奈さんがおごってくださって、そう、おごってくださる先輩です。確かに美香奈さんおごってくれるよね。おごってくださる先輩、かっこいい、優しい先輩ですね、うん、で、やっぱこれもチーム M なんですけど、はい、もう一人、常西玲さん。お、常西玲さんはもう、うん、あのお姉ちゃんですね、私の、うん、NMB48 の、ね、お姉ちゃんで、私が加入した時から、うん、ずっと可愛がってくださる
先輩で、確かにグラビアのお仕事とかも一緒にさせていただいたりとか、うんうんうん、プライベートでお出かけできたことがないので。そうなんや。そう、あの仲はいいんですけど、うん、ちょっとレイさんから誘ってくださらないので私から積極的に行かないとなってなってたりするんですけど、ジョニシレイさんのお友達の、うん、お友達、はい、小島かりんさん、かりんさん、かりんさんはもうこれは NMB48 の大黒柱、そうですね、かりんさんなんですけど、かりんさんは、うん、あのキュンマート、あーそっか、大変お世話になった先輩で、うんうんうん、ダンスのこともそうやしパフォーマンス面、うん、いっぱい支えてくださった大好きな先輩で、やっぱこのレイさんとカリンさんは私のめでたいこととか、うん、嬉しいこととか、例えば私が写真集発売させていただいた時も一番に喜んでくださった、はいはいはい、そう、優しい先輩、そうなんや、そう、もう大興奮して見てくださって、ねえ見てたそれ、そう、うん、ミウも見てくれて、見た、可愛かった、やった大黒柱です ね、 ね、 NMB48 のカリンさんがいなきゃ、そう、始まらないですから、はいはい、あ、若菜の大好きな、まだいるよ、まだいる先輩、うん、誰だろう、アーノンさん、あー、アーノンさん大好き、仲いいですね、そう、アーノンさんもそうなんですけど、うん、めっちゃ可愛がってくださるし、うんうん、もうとにかく私を妹のように扱ってくださるで優しい先輩なんですよね、うんうんうん、でもアノさんとも出かけたことないんですよ、私、そうなんや、そう、人見知りやから先輩をお出かけに誘えたことがなくて、うんうん、だからアノさんいつか出かけましょう ね、 ね、どっちが年上なの、私、そうなの、アノさんが2個下、やのにめっちゃ可愛がってもらってる、え、そう、あ、1個下か、1個下ですね、アノさん、そう、だから大好き、やし、やっぱりその、アーノンさんのパフォーマンスだったり真面目なところ本当に尊敬してて、ね、うん、大好き&尊敬ですね、おお、そうなんや、大好き、いい先輩です、うんうんうん、チーム一緒になったことないんですよね、そうなん、そう、なのにめっちゃ仲いい、珍しいね、じゃあアーノンさんが可愛がってくるの、そう、だからスキラムシで一緒に初選抜で、そういうことか、そう、その時仲良くなりました、アーノンさんです、はい、さあ続々名前出てますけど、うんうんうん、うわぁ、足りひんで、お、意外といっぱいいますね、ちょっと書かせてください、うん、あの塩月ケイトさん、ケイトさん、塩月ケイトさんと、うん、お、と出口ゆいなさん、ここ結構コンビでされますよね、この二人結構なんでなんでしょうね、なんかすごいお二人とも似たようなうんうん、雰囲気を感じるんですよね、そうですかそう、あれ一緒にしたらダメですか、いや、そんなことないけど、お二人同期じゃないんですけど、うん、ドラフト3期生さんと6期生さんで、うん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 、まずケイトさんはさっき言ったキューマートで、ほんまや、そう、うん、一緒に活動してた大先輩なんですけど、うんうん、ケイトさんは実年齢と性格の年齢が合ってない、うんうん、確かにだから多分人生何周目なんでしょうね、ケイトさんは、ね、めっちゃしっかりしてる、めっちゃしっかりしてはって、うん、アドバイスもそうやし、うん、なんか私人見知りなんで、あの先輩と話すの苦手なんですけど、うん、ケイトさんのコミュ力でなんとかなってる部分はありますね、優しい、うん、でそのお友達のゆいなさん、うん、ゆいなさんはほんまに花のこと大好き、そうなんや大好きなんや、大好き、私もゆいなさんのこと大好きなんですけど、うん、ほんまにキャプテンシーがすごくて、確かに、なんか私今チーム M のキャプテンなんですけど、うんうんうん、ゆいなさんの出口チーム B2 の雰囲気とか見て学ぶこととか、うん、あとゆいなさんと私とあのチーム N のキャプテンの平山舞ちゃんで、うん、なんかキャプテン会議みたいな、よくしてるね、え、そう、なんか何の脈略もなく急に真面目な話しだして、なんか勝手にキャプテン会議になるってことがよくありますね、そう、でもほんまに相談によく乗ってくださるお二人です、うん、優しい、あと、うん、もう一人先輩行かせてください、お、ちひさん、お、ちひさん、ちひさんはいっぱいちょっかいかけてくださる先輩ね、そう、あと私がライブのことだったりとか普段のことで悩んでたらすぐ話聞いてくださって、なんていうんですか、帰ろうとしてたところを引き止めてまで、めっちゃ話聞いてくださって、そっから私すごいちひさんに心開くようになりました、優しい、優しいね、でつねってくださる先輩ですね、ほんまつねりの常習犯です、つねりの常習犯なんで気をつけてください、はい、皆さん優しいちひさんです、うん、これが先輩でしょうか、お、わかんない、後輩がね、うん、逆に後輩の方が仲いいっていうか、うん、
よく喋る子が多いかもしれないんですけど、あ、そうなん？そう、ここを忘れちゃいけんって感じでちょっと書かせていただきますね。全然想像できひん。青原姉妹出た若ゆかなんですけど、私、うん、青原家に嫁がせてもらってて、なんか言ってたね。はい、嫁入りしたんですよね、実は。あ、もうしたん？はい、嫁入り。そうやったんや。青原はかなって言ってたもんねそう、青原家がすごい私のことを好きでいてくださるらしくて。そうなんや。そうそうそう、青原家のママが私のことを好きらしくて、うんうん、私も青原家好きなので、ちょっとここは家族関係として入れさせていただきました。お、大好きです。今度ご飯食べに行かせていただきます。決定深い。ください、ね、家族です。絶対入れなあかん、はい、血縁関係なんで、うん、あとはうわー、いっぱいおるなこれ、うん、ちょっといる。どうしましょう。ちょっと寝てて、うん、はい、書きたいと思います。足りひんな足りんかった意外と。お、池ほのかちゃん、あ、チーム M の8期生ですね。この子は漫画のキングダム、わかります、はい、そう、キングダム仲間で、ほのかちゃん、キングダムガチ勢で。え、知らんかった。そう、じゃ私もキングダム映画から入った身なんですけど。見えも見えも。あ、ほんと？うん、キングダム仲間、うん、あ、まだまだ、まだまだです、ね、なんでよ映画から入った、映画から入った、はい、キングダムの展示会一緒に行ったりとか、はいはいはい、キングダムの映画一緒に見に行ったりとか、うん、普通にご飯食べに行ったりとか。え、一緒に行ったん？あ、そう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 。知らんかった。そう、佐々木チーム B2 の時に仲良くなって、うーん、今でも仲のいい後輩ですね。寄せて寄せて。そう、あ、どうしましょう。キングダムキングダム、じゃあ映画も完結したっぽいですけどそうなん、漫画とかじゃ見てんの？お互い若菜は見てない。はい、にわかです。違います、めっちゃ好きですほのかはほんまに漫画とか見てて、めっちゃ詳しい。あ、そうなんや。いいな。え、そう、めっちゃ趣味しちゃったらめっちゃ話弾む。めっちゃ話弾む。だからご飯食べてほのかの相談乗ったりとか、いろいろ話聞いたりしてますね。池ほのかちゃんです。あー、私の大好きな推しメンがいるんですけど、うん、8期生に。誰よ？辰本弥生ちゃん。そうや、ほんまや。弥生、弥生は、うん、ほんまに後輩とか関係なく、うん、普通に推しメンで、普通に顔が好きみたいな。普通に顔が好き、うん、もっと売れてほしいと思ってる。言ってるな、うん、ずっと可愛いって言ってるな。そう、売れるよ、売れろって書いてね。私がだるがら見しても唯一ニコニコして、確かにずっとニコニコしてる、構ってくれる、うん、やし、この子メルミミですね。今 NMB48 非公式。何ですかそれライバルですけど。ライバルじゃない、ライバルじゃない、そこまでじゃないかエネルミミっていう、ね、はい、そう、うん、ユニットに入ってて、弥生の可愛さがもっとそうだ、ね、この世界に知らわたったらいいなって私思って活動してる。 NMB ではちょっと珍しいタイプの、確かになんかちょっとおらんへんタイプの可愛さ。確かに、その優しめで、うん、ふわふわしてる。最近の女子が好きそうな可愛さ、うんうんうん、確かに女子受け、うん、女子受け顔ですね。でもほんまに可愛いので売れてほしいって思ってる、うん、大好きな後輩ですね、うん、推しメン。どんなだるがらみですかいつもやってる。あんまりだるがらみされるイメージがないんですけど、でもほんまにやよちゃん、やよちゃんって名前呼ぶだけ、ただただやよちゃん、やよちゃん可愛いねって、やよちゃんも若菜さんって言ってくれるから、ね、それはゆかたにもしてるんですけど、はい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 、この2人ですね。私がだるがらみする、なるほどね、かわいい後輩、うんうんうん、大好き。もう一人後輩で、うん、絹笠あやみちゃんっていう9期生の子がいるんですけど、うん、今出口 B2 チーム B2 ですね、うん、NMB48 に加入する前から私のこと好きで、この子は。そうなんや。そう、私のお宅やってくれてて、私とカリンさんが確か好きで、うん、そう、よくキュンマート公演だったりとか、うん、ビルビーアイドル公演とかにも多分来てくれてて、確か。そうなんや。普通に覚えてた。めっちゃ覚えてた。ちっちゃいから分かりやすくて、だから加入してきた時すぐ分かって、あ、あの子やってなって。すごい、私のことが大好きな後輩ですね。そうやね、よく若菜見つけたら走ってきてるね。よくハグしてます。可愛、うん、いですとか、グッズとかも普通に買ってくれてて、可愛、ね、いこと後輩ですね、うん。チキばっかりになっちゃうんですけど、うん、田中ゆきのちゃん。あ、ゆきの、ゆきの、ゆきのは、うん、これもまたさつきチーム B2 やった時にチームが一緒で、うん、はい、とにかくしっ
かりしてて、あのさつきあいかちゃんが舞台仕事とかでチームにいなかった時に私一人が副キャプテンとしてやってた時期があったんですけど、その時とかにすごいみんなに指示出してくれたりとか、この子ほんまにダンスが上手で、そうダンス得意やから、あのダンス合わせるのとかもすごい雪乃が率先してそうやってくれて、めっちゃしっかり者ですね雪乃は。若いのにね。え、そう、ほんまにいい子です、この子は。ほんまに雪乃ちゃんはいい子。でもこの中で一番遊びに行くのはあの平山舞ちゃん。この3人は4人で遊びに行くことが多いんですけど、なんか食の好みだったりとかプライベートの好みがすごい合うのが平山舞ちゃんで、11月1日から始まる赤からのメニューがあるんですけど、それを食べに行こうって連絡が来て食べに行く約束すぐしたりとか。え、みゆも行けたのに。みゆも行こうじゃん、好き赤から好き、じゃあ行こうとか、私が前日になんか奈良行かんみたいな LINE で、軽い LINE で送ったら、あ、行こうって言って、そう弾丸で、やそうめっちゃふっかるで、マジすごすぐ遊びに誘える一番仲のいい同期メンバーですね。言ってくれたかき氷なくなったやつ、はい、結局住野さんはどういうつもりやったの？そうな、ほんまどういうつもりなんですか？忘れてましたやばい、口約束やったからさ。いや、ちょっと聞いてください。なんかこの日、無理やったけど行けるようになったよって後日言ってきたんですよ、やのになくなってる何も言わずになくなるとかありますごめんなさい、本当にすいませんちゃんと予定立てましたそうですね、スケジュールアプリに入れさせてください。本当に本当にかき氷行きましょうね、ほんまにごめんなさい、書ききれてないかな。こっからあの書き足したい時はコメント欄に書いとくんで追加で追加で、あ、俺まだごめん、あ、どれよ、ミスター、誰誰、まだおる、まだおる、あのここと美空、あー美空、田中美空ちゃんごめん、美空もすごい若菜のこと好きって言ってくれる後輩、あの9期生なんですけど、この子も今グラビアしてて、グラビアメンバーなんですけど、とにかく挨拶大きく返してくれる後輩。確かにちゃんとするね、えらい。そう、で今チーム M に昇格して、すごいこれからが楽しみなメンバーですね、歌も上手だったりとか、身長が152センチとかすごい低いんですけど大きくパフォーマンスしてて、可愛い後輩ですね。あ、そうで今度京都行こうって約束してます。おお、京都出身なので美空は。そうなんや。そう、だからお出かけ誘いました、この前。まだ出かけれてないんですけど、ですね、行けたー、できました、よきこちらでじゃんじゃん、イエイイエイ。はい、ということで以上、これが住野若菜の相関図でした、イエイ